それでは両チームのメンバーをここで見ていきましょう。まずはホームの東京ヴェルディです。直近の甲府戦からメンバーを6人変更して今日のゲームです。ゴールキーパーマテウスです。最終ラインですが宮本、山越、ニドカ、ボニフェイス、加藤蓮の4バック、中盤のセンターに稲見と加藤貢献です。2列目ですが梶川と西谷、2トップは杉本と佐藤亮がというこういったメンバーになっております。一方でアウェーの徳島です。こちらは千葉戦からメンバーを2人変更して今日のゲームです。ゴールキーパーホセ・アウレリオ・スアレス、3バックは内田、石尾、阿部、アンカーの位置に桜井が入って、ウィングバックは田向井と西矢です。そしてインテリオールに児玉と白井、2トップ杉森と一味というメンバーとなっております。そうですね、はい、一度頭に当てます宮本、これが足元収まって杉森、左に開いています児玉、もう一回杉森へ、中に一味、杉森中に入って杉森、これでお待たせです、西矢シュートを打ちました、うん、ここは左からの崩し、まあ、フィニッシュ2つきましたけれども最後は西矢です。まあ、ここで左サイドからしっかりこう出してスペースを見つけてそこに入り込んでいく、うん、まあ、スピード感ありましたし、まあ、シュートも、ね、しっかり狙って打ちましたけどもね、はい、で一旦徳島は少し下がり目になりますがセット、梶川浮かせて佐藤亮が、まあ、一つアイデアを見せてきました、うん、まあ、今日の東京ヴェルディの方は前で2人が並んで守備、おいいカットですね、中盤でカットしました、ですぐ前には佐藤亮がいますが、さらに前に下に左足のシュート、ナイスキーパー、間が空いて櫻井右足のミドル、セカンドボールまだあります、児玉のシュート、ここもブロック、そしてもう一回阿部のところから広げて杉森、ここは立て続けのシュートチャンス、徳島西矢を勝負させます、で次第がハーフスペース、西矢切り返してクロスを上げます、こぼれたところで白井英治、間で杉森ですがここで受けて中には一味、杉森のシュート、前半のアディショナルタイム徳島に先制点、決めたのは杉森、児玉選手ここ上手かったですよね、まあ、杉森選手もインナーからしっかり入っていってペナに侵入して、はい、まあ、思い切りよくシュートしましたし、まあ、よく相手見えてますよね、はい、求めた交代っていうのはあると思いますね、はい、前線には染野が2トップの一角として入っていて、右には川村が入っています、ちょっと前を相手右足のシュート、キープ弾いています、こぼれ球西矢が詰める、ニアサイドに染野、川村仕掛けのグランダー、なんとか足を出しました、ただすぐにプレッシャーが来てここで取り返します、稲見、川村マイナスのボールになりました、ここを浮かせて大阪のメンバー、左サイドから中央まで入ってきました加藤蓮、非常に面白いボール蹴りましたよね、ここババですかね、左足ですね、はい、ここで空間に落とすようなボール絶妙でしたけどね、はい、まあ、少しこう競り合いのところで、まあ、気持ちも少しね、児玉つないで杉森カットイン、右足のシュート、おーキーパー弾いた、こぼれ球西矢が狙って右で打つ、ーコースが変わりましたが、そのまま西谷は前に行きます、川村は中にドリブル、西谷を使う、もう一回川村へマイナスの折り返し、こぼれてくる、つないで染めの、いやしましたけど、はい、低くて速いクロスっていうのをね選んで、まあ、シュートまで行きましたよね、少しタイミングを測ってンドカボニフェイス、前に人をかけていきます東京ヴェルディ、つなぎに行くシュート、河村よく止めましたキーパー、シュートは枠を捉えておりましたけれども、まあ、少しこの処理を、ね、見余ったところ、佐野選手と、ね、はい、河村選手2人でしっかりキーパス、マテウスも上がってきていますが一旦クリア、まだあります、石浦のクロス、グラウンダーになりました、止めてマテウス、ここもなんとかコースに入ったか、さあ5分回りました、
もうマテウスもそのまま前、ここははっきりと長いボールを蹴ったところですが、急いで戻りますマテウス。そしてここで試合終了の笛です。0-1、アウェー徳島勝利。徳島にとってこれが8試合ぶりの勝利ということになります。